ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、ノルマン、コンクエストって知ってる？知ってるぜ。ノルマンディー攻撃用無二世がイングランドに攻め込んで、イングランド王位を奪ったんだ。でもノルマンディーってフランス北部の地名だよね。なんでフランスの公爵がわざわざイングランドまで攻め込んだんだろう。よし、今回は今のイギリス王室の開祖、ウィリアム一世について解説しよう。1027年、ウィリアム一世は悪魔公ロベール一世の庶子ギヨームとして誕生するぜ。悪魔公。なんか中世特有の陰謀の匂いがプンプンするね。勘がいいな。ロベールは兄のリシャール三世を暗殺したと言われているんだ。実の兄を殺すなんて。悪魔と言われるのも納得だね。真偽は不明だが、ロベールは兄に対して反乱を起こしたこともあるから、可能性はあるだろうな。そんなロベールの元に生まれたギヨームだったが、父ロベールがエルサレム巡礼の途中に亡くなってしまう。悪魔とは呼ばれていても、エルサレム巡礼はするんだね。この時ギヨームはわずか8歳。君主が幼いので、家臣たちは舐め切って争いが起こったぜ。幼い君主と家臣の反乱、ハンバーガーとコーラのようなおなじみのセットだね。そんなギヨームに救いの手を差し伸べたのは、フランス王アンリー一世だった。ノルマンディー公はフランス王の方針だったから、ギヨームも心強かっただろうね。諸侯との戦いに勝利したギヨームは、国内の安定化に努めるぜ。1049年、成長したギヨームはフランドル伯侯ブアン五世の娘、マテルダを妃に迎える。でも、ギヨームとマテルダはノルマンディー公ロロー共通の祖先に持っていたため、ローマ教皇レオ9世から婚姻の無効を宣告されてしまうんだ。ロロ。随分可愛い名前だね。ロロはもともとアイキングで、ノルマンディー地方を荒らし回っていたんだ。全然可愛くなかった。さて、結婚が無効になったギヨームだけど、海を渡ってイングランドへ行くよ。イングランドに着いたギヨームは、イングランド王エドワード残業王に会って、イングランド王位を約束されたと言われているよ。ちょっと待ってマリサ、普通王位って子供とか近親者が継ぐものじゃないの。まず、エドワード残業王には子供がいなかった。地位は王様だけど、心は聖職者だったらしい。王朝の継続よりも、聖職者としての純潔を守ったんだね。また、エドワードは母エマの実家であるノルマンディーで、20年も亡命生活を送っていたことがあり、ギヨームとも親しかったそうだ。一応血縁関係はあるんだね。ノルマンディーへ帰ったギヨームは、改めてマテルダと結婚。1059年には、結婚禁止令も教皇ニコラウス2世によって解除されるぜ。よかったよかった。1063年、ギヨームは勢力拡大に乗り出し、ル・マンとメイヌを領土に組み込んだ。奥さんとも正式に結婚できたし、勢力も拡大したし、いい感じだね。翌年、エドワード残業王の義兄のハロルド・ゴドウィンソンが、イングランドからフランスへ渡ろうとした。だけど、ハロルドの乗った船は嵐で難破、結局ノルマンディーに漂着するぜ。なんとかドーバー海峡は越えられたんだね。でも、流れ着いた先がノルマンディーということは、そう、ノルマンディーはギヨームの領地だ。ギヨームは、漂着したハロルドを助け、歓迎したぜ。困っている人を見捨てておけない性格だったんだね。いや、必ずしもそうとは言えない。なぜなら、ギヨームはハロルドに神獣の霊を取らせ、残業王の次の王位にはギヨームをつけさせる、との約束まで取り付けているからだ。ハロルドを助けたのは、イングランド王になるための計算だったとも考えられるのね。ギヨームは、これで次のイングランド王は俺だ。と思いながら、イングランドへ帰るハロルドを見送ったぜ。イングランド王とその義兄から、次のイングランド王は君だ。って言われてるしねー。ところが、エドワード残業王が亡くなると、ハロルドが王位についてしまう。おい、ハロルド。ギヨームの心境もそんな感じだったんじゃないかな。とにかく、このまま黙って引き下がるわけにはいかない。ギヨームは、残業王とハロルドとの約束を理由に、イングランドへ攻め込むことを決意するよ。言ったれ、ギヨーム。だが、イングランドへ攻め込むには課題があった。それは、海を渡らなければいけないこと。騎兵を主体とするノルマンディー軍は、多くの兵馬を船に乗せていた。上陸時に敵に襲われたら、騎兵を出す前に海に沈められちゃうね。でも、天はギヨームに味方した。ハロルドの弟であるトスケが、
ノルウェー王ハーラル3世と共にヨーク付近に上陸したんだ。ヨークはイングランド北部の町。ギヨームが攻め込もうとしているのはイングランド南部。そう、ハロルドはトスティと戦うためにイングランド北部へ急行し、南部のドーバー海峡沿岸はガラ空きになった。ギヨームは悠々とイングランド南岸に上陸。一方ハロルドは、トスティとハーラル3世を討ち果たし、ギヨームと戦うために南下していた。北へ行って南へ行って。ちょっとハロルドがかわいそうに思えてきた。1066年10月14日、ヘイスティングズの岬の付け根にあるバトルの丘で、ギヨームとハロルドの戦いは幕を開けた。これが、ヘイスティングズの戦いだぜ。戦いの最中、一本の矢がハロルドの目を貫いた。痛そう。指揮官を失ったイングランド軍は総崩れとなり、ギヨームは勝利する。勢いそのままに、ギヨームはイングランド南部の諸都市を陥落させ、12月にはロンドンも落とした。1066年12月25日、ギヨームはウェストミンスター寺院で戴冠。ウィリアム1世となったぜ。もともとの領土だったノルマンディはどうなったの？ノルマンディは、ウィリアムの手元に残った。ウィリアムは、ノルマンディ公としてはフランス王の臣下だが、イングランド王としてはフランス王と対等の立場になったぜ。ややこしいね。イングランド南部を制圧したウィリアムだったけど、北部にはウィリアムの支配に納得しないアングロ、サクソン系の貴族がいたぜ。また、エドワード残儀王はウィリアムを後継者に指名していたけど、亡くなる直前にはまた甥のエドガー、アシリングを後継者に指名しているんだ。ブリカスの二枚舌は、この時から始まっていたのか。1068年、エドワード、アシリングを擁立したスコットランド王マルカム3世と、デンマーク王スエン2世がイングランドに侵攻してきた。ウィリアムはこれを退け、アバネシーの和訳を結んでマルカム3世を臣従させた。エドガー、アシリングはスコットランド宮廷から追放されたぜ。ウィリアムは向かうところ敵なしだね。まあ、ウィリアムはスコットランドの奥まで攻め込む余裕はなかったから、臣従という形で妥協したとも言えるがな。そういえば、アングロ、サクソン系の貴族たちはどうなったの？彼らはウィリアム1世に土地を奪われた。スコットランドやデイン人と組んでたびたび反乱を起こすアングロ、サクソン系の貴族は、ウィリアムにとって悩みの種だった。だから、ウィリアムは彼らの土地を奪い、ノルマンディから連れてきたノルマン人の家臣に与えることで、反乱の芽を摘み取っていったのさ。確かに、ノルマンディ公の時代から家臣だった人たちの方が信頼できるものね。こうして、ウィリアムはイングランドに封建制を確立。1086年にはソールズベリーにイングランドのすべての領主を集め、ウィリアムに忠誠を誓わせているぜ。ここまで来ると、国内も安定してきたね。ウィリアムは、宗教でも主導権を握ろうとするぜ。1070年、ウィリアムはランフランクスをカンタベリー大司教に任命。ランフランクスは、ウィリアムとノルマンディ時代から付き合いがあり、ウィリアムとマテルダの結婚の承認を教皇から取り付けた人物なんだ。ウィリアムのランフランクスへの評価は、うなぎ登りだね。その通り、ランフランクスをカンタベリー大司教に任命した後、カンタベリー大司教とヨーク大司教の間で主位権論争が起こる。ウィリアムはこの論争でランフランクスに味方し、カンタベリー大司教をイングランド第一位の大司教としたんだ。自分と仲良しのランフランクスをイングランド一の大司教にすることで、ウィリアムは宗教界も手中に収めたんだね。そして、ウィリアム1世の業績で特筆すべきは、ブームズデイ、ブック、だ。ブームズデイ、ブック、そう、ブームズデイ、ブック、は、世界初の土地台帳だ。この台帳には、土地だけでなく家畜や財産などが細かく記録され、これを元に課税を行っていた。税制度を定めるのが主な目的だったが、軍事力の把握にも使われていたそうだ。すべてはウィリアムの手の内だね。イングランド国内を安定させたウィリアムだったが、フランス遠征中に落馬し、その傷が元で亡くなってしまう。遺体はノルマンディに埋葬されたぜ。ウィリアムはイングランド王だけど、フランスで生まれてフランスで亡くなったんだね。後継者はどうなったの？ウィリアム1世の三男が、イングランド王ウィリアム2世となり後を継いだよ。あれ？長男はどうしたの？長男のロベールはノルマンディの後継者に定められていたけど、イングランドの後継者は未定だったんだ。それをいいことに、
イングランドにいたウィリアム2世はウェストミンスター寺院で戴冠してしまうのさ。争いの火種が生まれたね。この兄弟争いは、次回の動画で見ていくことにしよう。今回、初めての歴史解説動画でしたが、いかがでしたでしょうか？もしよかったら、コメントしていただけると嬉しいです。今後は、歴代イングランド王の歴史解説動画を上げていく予定です。チャンネル登録や、高評価もしていただけると、嬉しすぎて動画の投稿頻度が上がる。かも。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。